どうも、始まりました。マティシャンです。さあ、今回ですね、はい、ミネの前頭記述じゃないか、前頭共通テスト模試ですね。はい、第2回前頭共通テスト模試を見ていきたいと思います。まあ、課外塾生受けるのが遅いので、やっと終わりましたのでね、はい。本当にね、急に連絡してくるからさ、そう、いつもね、ミネギリギリなんですよ。急に来て、じゃあ今から撮影って言ったら、いや、予定があるんでって言ったので、はい、リモートに急遽なりましたけども、はい、見てきたと思います。どうだったですか？海塾生の皆さんってやっぱ、本科生って遅いんですか？浪人生。わかんないんですけど、まあ、とりあえず終わったということでですね、はい、今、本当に緊急で動画撮っておりますね。はい、ということで、はい、ミネに繋がりました、やっと、はい、はい、すいません。南国でバカンスですか、もう。いや、違います、夏なんで、はい、結構にしました、はい。よくわかるんですけど、何、河合塾生、本科生は遅いってことなのそれ、受けるのが。もともと8月10日って言われてた。で、だってもう、すでに他のメンバーが受けてるやつでしょ、これ。はい。ちゃんとかも受けてるやつですよね。はい。だから第2回前頭共通テスト模試ですね。そうです。はい。ということで、じゃあそれぞれの結果をまあ聞いていくわけですけど、受けた教科が国語と英語と、あと世界史です。そうですね。はい、3教科、4科目受けたと思うので、それぞれの、はい、まあ見ていきたいと思いますね。まあやっぱり英語からいきますか、そしたら。英語はやってみてどうでした、はい、なんか難しくなってました、前より。最後までたどり着いた。ついてないですね。やっぱり途中まで、はい、ここまで。6まで行って、でも時間ないな、で、7入ったんですけど、7も全然合ってなかったですね、もう。7、8がじゃあ全然ってことですね。なかなか終わらない。そうですね。やっぱり別スポーツなんで、英検準一級受かるからといって、共通テストできるかしたら全然。そんなことはないっていう。あとはまあ全然文章まだ読み込めてないので、まあそれもこれから精読しながら速読につなげていかなきゃいけないなっていうことで、まあ一応今まで文法やってきたので、こっから結構問題解くことに重きを置きたいなって思ってます。はい。はい、わかりました。じゃあまずは英語リーディングの結果からいきますか。はい。リーディングは、58点でした。合計で。おろろろろろろ。なるほど。ちょっとやばいです。58か6割いかなかったか。てんちゃんの自己採点結果が4割ですから。はい。はい。ちょっと待って、58。それぞれの大門どれぐらい取れてた？大門1が6点中2点です。はい、大門2が10点中8点で、第3問が 9点中9点、第4問が12点中12点、第5問が16点中16点。で、第6問が18点中6点で、大門7が55点中3点で、大門8が14点中2点でした。なるほどね。前半からやっぱ難かったってことですね。なんか大門1でなんか結構分かんなくて、5回くらい読み返しちゃったんで、うん、なんか結構焦っちゃってました。うん、はい。カズオも言ってたから大門1が難かったって、やっぱりそういう感じだったってことですね。分かりました。では、リスニングいきますか。はい。リスニングは100点中50点でした。もう半分。こっちの方が悪いのか、しかも。こっちはちょっと今回、文法でミスっちゃったっていうか、設問ごとのあれで読み間違えて文法で落としてたみたいな問題があったんで、リスニングでどういう意味なのかがよく分からんけど、丸1から丸4の中で選ぶじゃないですか、その英文を読み間違えて文は、はい、間違えた問題があったんで、選択肢の英文ってことですね。そうです、はい。そしたら、大問1が25点中の10点で、大問2が16点中の8点で、第3問が18点中12点で、大問4が12点中6点で、大問5が15点中11点で、最後第6問が14点中3点なんで、まあ、満点取れたところがなかったですね。なるほど。まあ序盤はもうちょっと取れてほしいかな、やっぱり。はい。まあ、いわゆる本番にね、リスニングがないからと言ってね、でも国際教養入ったら、そのリスニング力じゃ、まあまあそう。かなり大変だと思う、授業自体もね。結構あれだったもんね、リスニング準一級のも落としてたからね。じゃあまあやっぱ引き続き英語には課題があるって感じですね。はい、多分どうなのか分かってないんですけど、そこからは結構量を意識してやっていかなきゃいけないのかなっていうふうに自分は思ってます、問題の。なるほどね。なんかもうね、講習とかも本当大丈夫なのかと。まあでも講習で総大現代文と総大の英語は受けてきたんですけど、ついていく、まあ、語法とかの問題は結構間違えてたんですけど、読解とかの問題だったら、まあ間違えてなかった項もあったので、まあ、基本的にまあ全問全部バツとかじゃなくて、まあ一応先生の話が分かる程度にはついてきてっていうか、うん、心配だ。ま
まあ、ちょっとどんくらいなのか分かんないんで、まあ、森哲さんに後でテキストの広く書き込んだんで、それ一回送ろうと思います。あとはその何分かかってるとかもね、時間とか。結構かかってます。もう。でさ、講習ってだってさ、その一個一個のただ切り抜きだからさ、測ってやらない人も多いし、90分で収まるような長さにしてるから、そんな長いのないっていうのもあったりするんでね。はい、じゃあ国語は、国語は200点中だと585点でした。あー、これも5割いってない感じですね。なるほど。はい、でまあ今回ちょっと全然時間に追いつけてない、前科目こう時間に追いつけてないなっていうのが、まあ、時間が足らないってことね。時間に追いつけてない、はい、順番はどうやってやった国語。もう最初からバーって、あー、現代論文からいきました。はい、やって古文漢文って感じですね。そうです。で大問3までで大体1時間くらいかかったんで、まあ全然遅いっちゃ遅いと思います。残りの30分で補完をやったってことね。そうです。漢文はもうほぼたどり着けてないですね。ああ、いや、もったいないでしょ、やっぱ漢文が一番簡単なんだから。自分自身があんままだ漢文とかやってないのか、ってやれてないんで、はい、うん、なるほどね。っていうのもあるんで、じゃあちょっとそれぞれの、じゃあ正答率を、評論の方が45分中の23点で、まあこれは前回と読解の方の正答率はあんま変わってなくて、まあ漢字の正答率が今回前回は少し高かったくらいなんで、まあ、変わってないっちゃ変わってない。これはまあ自分にとってちょっとショックっていうか、もうちょっと評論は取りに行きたかったので、今回もうちょっと練習重ねるしかないな、そんな感じで。まあ小説の方が今回も高くて45点中の34点でした。なるほどね。はい、大門さんが20点中の10点でしたね。あれね。で古文が、45点中の18点で、で合わせて85点で、うん、漢文の方はマークも今回しなかったのでゼロです。なんでマークしなかったの？適当にやればやりゃいいのに。いや、ちょっとあの古文の読解で結構もう今回ちょっと文章長かったので、それで最後丸つけようと思ったんですけども、ピーってなっちゃったので終わっちゃいました。いやー怖いですね、やっぱ時間配分たくさん読まなきゃいけないっていうのは本当にね、いろいろな教科で言えますからね、数学とかでも言えるからね。はい、はい、読まなきゃいけないのみたいな。さあ、いよいよ問題の世界史でございます。できるようになってきているのか。世界史、あ、100点中の45点でした。ああ、やっぱりまだ世界史が。そうですね。まあこれがまあちょっと、まあ、結構まずいっていうか、大問1から大問5の中でもうほぼ授業でお使った内容だったんで、今回。まあそうだよね。だって範囲内ですからね。1学期でやるから。まあなんでまあ6割くらいは最低でも取りたかったなっていうのがあって、テキストの復習をもうちょっともし前にやっておけば6割くらいは取れたもしあったので、これはもう一回復習をしてから一回解き直しをしたいなって思ってます。はい、水さんもね、だってね、その先生もさ、習った範囲ができればいいって言ってた、はい、ちょっとそうそう、はい、年号整理の問題とかだともう全然マット外れな回答になってたんで、やっぱそこの年号の整理っていうのは、まあ、この模試を通して、まあ、そこの年号をまずしっかり覚えていければいいかな、どっかを軸にしないといけないと思うんで、問い語の B を解けてないですね、ちょっと足りなかったです。なんか結構考えてたんで、うん、今まであまり世界史であんま考えて時間が足りないとかなかったので大丈夫かなって思って一問一問考えながら解いてたんですけど、それでなんか最後 B でなっちゃってちょっとびっくりしちゃったんで、まあそこは。なるほどね。基礎力はまだやっぱ足りないだろうね、どの科目も。はい、そこをなんとかしないと、もう8月ですからね。まあまあだから河合塾に限らずいろんな予備校でね、その、はい、講習取ってさ、のやつこのレベルのやつってやっんでできるレベルになってないと意味ないからね、本当にはよくあるから、はい、それって、まあ、多くの人がなんか取りゃなんとかなるって思ってる人が、まあ見ればそうとは言わんけどさ、そう講習取ればなんとかなるって思ってる人が多くて、そう結局自分ができなくて何の意味もないって人多いから、そうその先生の言ってることが分かってなることって思うだけじゃなくて、自分でちゃんとできるとこまで持っていかないと、それが大事。まあ、自分のあれで言っちゃうのもあれなんですけど、まあ、授業は、講習の授業ってのはそんなに取ってないんですよ。で、先週と先々週は1コマずつ入ってたんですよ。で、それで、まあ、授業もまあ、ついていけたと思ってるんで。僕自身は別にその、なんていうか、ペースメーカーだったら別にいいと思うけど、予習復習プラス、今までのね、溜まってると思うんですよ、この負債が。まあ、まさに世界史な自分のになってないから、おそらく他の科目もそうだろうなっていうのはもう分かる。あるんで、はい、その負債をちゃんとチャラにできるぐらい復習と自分に落とし込むっていうところをやらないと結構大変なことになるだろうなっていう
印象ですね。はい、結局英語終わりであと4割でしょ、だって当たり前だけど、早稲田は苦手科目があったら受からないから、あ今のところは得意科目がない。まあ、そうですね、まあ武器を早く一つ作らないとまず始まらないですで、はい、奴隷も落とせないからやることが大事だと思います。はい、わかりました。あとまあほらもう2週間ちょいしかないから、夏休みね、ちょっと復習にもっと力を入れた方がいいかなっていう印象なんで、はい、まあ、自分に落とし込めてないとこが多いなって思うので、まあだからそう量をこなすのももちろん大事だけど、まず基礎をやらないとダメなんじゃないかなって思うので、はい、その辺は頑張ってください。はい、わかりました。今回ははい、ミネにもしの結果聞きました。はい、後ろありがとうございました。 Thank you for watching。 復習頑張れ。はい、頑張ります。はい。